動画が30分で切れてしまったから、まあここからとりあえず1時間で配信できればいいかなーって感じかなー。まだ動画の配信とか全然慣れてないんで、まあその辺はちょっとあれですけど、あれってなんだよって話ですけどね。うん、よし、まあそれはそうと、とりあえずやっていきますか。タイムマシン理論、表の学会では全く相手にされなかった。してまでね。軟禁されている。好待遇迎えられていると本人は勘違いしていることと聞くからなおさらか。 OK。 一時期偽の科学誌に論文やインタビューを多く載ったが、そこでもすっかり自分に酔いしれていたか。皮肉なことに。これはどっちなんだろうな。中峰なのかな。本文はあまりにも正しく。まあいいか。掃除たぶん喋ってくれんべ。マジや。2036年からやってきたタイムトラベラー、ジョン・タイターがそう言ったのだから間違いないだろう。第三次世界大戦進んでいく。ネイティブな英語。整理してみる。それはシャイニングフィンガーと名付けた。
Ladies and gentlemen. Thank you for attending. 皆さん、本日は私のセミナーに集まってくださって感謝します。I am Alexis Leskinen. ビクトル・コンドリア大学脳科学研究所のアレクシス・レスキネンです。専門は脳信号処理システムおよび人工知能理論になります。そして私は助手のヒアジョー・マホです。同じく脳科学研究所で教授の指導に沿って研究をしています。よろしく。では早速ですが、私たちの最先端研究の一端をご紹介します。テーマは人工知能革命としましたが、これからデモンストレーションするシステムはおそらく皆さんの想像を超えたものではないかと思っています。このパソコンですが、研究所のスーパーコンピューターの一つと接続されています。ああ、まだプロジェクターには映さないで。すみません、まだ開発途中なんです。非常に美的センスのないプログラムが画面いっぱいにあふれかえっています。こんなチープなプログラムを見られるのは恥ずかしい。裸を見られるようにね。この中にエンジニアの方がいるなら理解していただけますよね。起動するまでの間、このシステム全体の概略を説明しましょう。よくわかんないけど、すんげえ難しいな。側頭葉に蓄積された記憶に関する神経パルス信号の解析と。そのタイトルをよく知っているって言われてもね、全然わからないっすわ。はい。ほう。また天才少女か。書き上げ。うん。それを応用し、記憶そのものをデジタルデータ化することに成功。よくわからんが、すごいんだろうな。タイムリープマシンという。溝ありっていうのかな。発明を完成させてみたな。今となっては全て幻と化してしまったが。サイエンス誌に掲載されたので、ご存知の方もいるでしょう。これは私たちのチームにいた天才的な日本人研究者によって提唱され完成されたものです。人間の記憶は大脳皮質、とりわけ側頭葉に記録されます。いわゆるフラッシュメモリみたいなもの。そのメモリに記憶を書き込んだり読み出したりするのが側頭葉にある海馬傍回という部位になります。脳はニューロンと呼ばれる細胞の間を電気信号が伝わっていくことで働いています。記憶というのも実はこういった電気信号の伝わりの一つなのです。その働きを制御しているのが海馬傍回と言ってもいいでしょう。
つまり電気信号が海馬傍回を出入りすることで記憶は作られていくんですね。そこでマキセ・クリスは、この論文を書いた日本人研究者です。マキセ研究員は考えました。カイバー傍回を通る電気信号が電気信号のパターンと大脳皮質の、なんかおかしいな。何、どうしたんだろう。通訳はね、名前が出たからか。ああ、多分そうだろうね。すみません、出すつもりはなかったんでしょう。マキセ研究員は海馬傍回を出入りする電気信号のパターンに着目しました。そのパターンが大脳皮質のどの記憶と対応しているのか解析を行って完全なデータを得たのです。これによって記憶という曖昧でアナログなものを電気信号のパターンの組み合わせというデジタルのものに変換する基礎理論が確立されたのです。これがサイエンス誌に掲載された彼女の論文です。まあ脳内の動きっていうのはまだそんなに解明されてるわけじゃないんだろうから、すごいことなんだろうね。そして現在私たちのチームはその理論をもとに人間の記憶をデジタルデータとして取得するシステムを開発しています。それはすなわち、人間の記憶をコンピューターに保存し、それを活用するシステムということになります。現在私たちが行っているプロジェクトは主に2つです。1つは医療分野への応用です。データ移送接続保管保存バックアップ、データの移送接続保管確立定着。これこちらは精神生理学研究所と共同で行っているプロジェクトです。これできるようになったら基本的に人は人じゃん、人の形をなしてなくてもできるっていうことになるよね。脳さえあればみたいな、脳みそじゃなくてチップでもいいっていうことになるよね。データだから、コンピューターに保存した記憶データを海馬傍回を通して再び元の脳に書き戻すというもので、インクレディブル。信じがたいですか？その気持ちは理解できます。私も
皆さんの立場であればそう言ったでしょう。しかしこの研究に私たちは手応えを感じています。これが実用化できればどんなに素晴らしいことでしょう。いや、素晴らしいのか。要は狙われてるどのコーナーとか言ってたり、まあやられたやられてねっていう話にやっぱなってるんだろうから、これはとなどもできてしまうようなことになるんだろうね。そうなると信じがたいというよりもこの情報源すらが危険だよね。例えば老化による記憶障害、あとはアルツハイマーなど、そうしたものへの対処療法が期待できます。そりゃそうかもしれないけど、患者の記憶をデータとして自動的にバックアップしていくのです。それは記憶だから映像化もできるっていうことってことになるよね。そうなれば確かに記憶が失われたとしても、その都度 PC にアクセスし、脳内にデータを再インストールすることが可能です。それによって忘却の進行を食い止められるのではないか、私たちはそう考えています。最終的には海馬傍回から PC 内の記憶データに常時アクセスできるようになるでしょう。記憶データに常時アクセスできるようになるってことは、下手に何かどっかでまあサイバー攻撃だったりとかそういうのをした時にバグというものが存在したらどうなってしまうんだろうね。そうすれば脳機能が失われた状態、例えば脳が激しく損傷したり萎縮してしまった場合などですが、そのような状態でも変わらず脳機能を維持できます。あたかも外部ストレージと同じように。上論ね。不可能に決まっているという。いじくり回して大丈夫なのか。まあ別にいじるという面っていうよりもバックアップという面だからね。書き換えに関してはどうなのかわからないが、どうやら2つ目のプロジェクトをお話しする前に質問を受け付けないといけないようですね。できる範囲でお答えします。どうぞ。アナログな記憶をデジタル信号として記録する場合、サンプリングするはず、その場合切り捨てられてしまう情報はあるのかどうか。日本語を聞き取るぐらいはできる。その質問を言い換えると、
オーケストラの生演奏をワブのデータに保存する際、生演奏のすべてを完璧に記録することはできないと。確かにその懸念はあります。現在の研究で最も困難な問題の一つです。そうだよね。そういうことか。まあ人によっては聞き取りづらい周波数っていうか、なんていうのかな、まあ音、聞こえない音とか聞こえる音とかっていうのが存在してるらしいから、そういう問題で抜けてる部分という意味だよね。脳内のネットワークが神経伝達物質のオンオフだけで、つまり二進数的にデータのやり取りをしているのであれば簡単な問題でした。二進数的、また難しいな。ちょっとまあ、それはデジタルデータと同じことだからです。ということはバックアップ取るので書き込みができないものも存在してるってことだよね。穴の開いた。しかし実際には伝達物質や電気信号は脳内でアナログ的に変化することが分かっています。脳内でアナログ的に変化、伝達物質や電気信号、この問題に関しては今のところより高いサンプリングレートでデータをサンプルする方法しか手段を持っていません。音楽の話で言えば 44.1kHz よりも 48kHz、 48kHz よりも 96kHz でサンプリングするといった具合です。難しいね。それによってデジタルでありながらアナログデータに近い情報を得ようとしています。そもそもこれは医学的に無謀でしょう。デジタルデータを脳に書き戻すなんて絶対に不可能だ。正気の沙汰ではない。サイエンス誌に掲載されたあの論文も読みましたが、にわかには信じられない。ましてや筆頭著者が若干17歳の女性だったとあっては。あなたね、意義あり意義ありやってみもしないで何がわかるって言うんだ。最初は無理だと思われてた技術なんてこの世にいくらでもあるじゃないか。おお。でもそれを克服した研究者がいたからこそ今があるんだろう。ただ批判するだけじゃ
何も生まれない。おお、そうか。あなた。にーと白い歯を見せてきた。ああ。うん、わかんないよ。素晴らしい。彼はなかなか大したやつだ。ですって。ただし、科学者たるもの常に冷静でなければいけない。大声で怒鳴っていいのは、実験が成功した時の。We did it! それだけで十分だそうですよ。すみません。おう、それでは皆さん、そろそろ次に。でも、その前に勇敢な彼に拍手をお願いします。彼のような挑戦者こそが科学を進歩させ、あっと驚くような理論を作り上げるのです。彼ならきっと第三のアインシュタインになれるかもしれませんね。ちなみに第二のアインシュタインはここにいるちょっと小うるさい私の助手。変なこと言うのはやめてください、教授。さて、ここで私はしばらく通訳をお休みさせていただきます。これから私よりも優秀な通訳が登場します。これが私たちのチームが今最も力を入れている二つ目のプロジェクト。アマデウスシステムです。アマデウスシステム。皆さん、初めてお目にかかります。あ？などで有名なドリンクワークススタジオに作成してもらったモデルです。声については私のボイスサンプルをデータベースにして日本の山名が作ってくれました。
さんの質問を聞かせていただいていました。教授はどうして私を早く紹介しないのかと、とてももどかしく思っていましたよ。以前から感じていましたが、どうも教授は人が悪いようですね。まったくだわ。なるほど。疑問に思っています。人間の記憶をデータとして取り出したり、それを保存したり、さらにはそのデータを活用したり、そんなことが本当に可能なのかと。それでは私は一体何でしょうか。私は78時間23分前のヒアジョー真帆の脳内から取り出された記憶を持ち、そのデータをベースにして動いているのです。教授、今のは。教授、今の発言はセクシャルハラスメントとして大学に訴えてもいいでしょうか。教授はですね、その私に対して、いえ、私の記憶で動作しているこのアマデウスに対して質問に答えてごらんと言いました。いつ頃まで、そのパパとお風呂に入っていたかとか、初恋はいつだったかとか、何でも答えられるだろうと。ああ、もうそれ以上通訳しなくていいわ。恥ずかしいからやめてくれないかしら。私はそういう質問には一切答えないわよ。クレジットカードの番号なんてもっと言えません。あと1週間前に着ていたパジャマの色なんて覚えてるわけないです。いや、とんでもないことでしょう。普通に、要は人工知能的な問題だとしても、ここまで人間的に感情を持ってるっていうことに関してじゃないのかな。うん、そう、だからそう、そこなんだよね。教授が面白がってなかなか説明してくれないので、代わりに私がお話しします。皆さん、もうお分かりかと思いますが、アマデウスは自分が話していいこととそうでないこと、あるいは話したいことと話したくないことを自ら判断して喋っています。私たちはアマデウスにそういったプログラムを一切施していません。まあ、すごく面白がって盛り上がってきたところで、
今日はここまでかな。それじゃあ続きはまた今度で。